アドビメディアサーバーはアドビのデータマルチメディアサーバーである。元はマクロメディアの製品であった。アドビメディアサーバーはアドビフラッシュプレイヤーと共に動作しメディアクリエイトやマルチユーザリッチインターネットアプリケーションを提供する。サーバサイドのプログラミングにもアクションスクリプトを使用する。バージョン2以前はフラッシュコミュニケーションサーバーという名称だった。 バージョン5以前はフラッシュメディアサーバーという名称だった。2002年3月15日、マクロメディアからフラッシュプレイヤー6がリリースされた。このバージョンはまだリリース前であったフラッシュコミュニケーションサーバー MX に関する機能を含んでいた。2002年7月9日、バージョン1.0がリリースされた。名称はフラッシュコミュニケーションサーバーネットコネクション シェードオブジェクト、ネットストリームオブジェクトを含む基本的な機能が含まれていた。2003年3月27日、バージョン1.5がリリースされた。このバージョンでは、HTTP トンネリングと Linux がサポートされ、無償の開発者版も提供された。2005年11月15日、バージョン2.0がリリースされた。このバージョンから、フラッシュメディアサーバーに名称が変更されたが、 バージョン番号は継続された。バージョン2.0では、フラッシュプレイヤー8の新しいビデオコーデックである VP6 がサポートされた。しかし、フラッシュプレイヤーでは、スパークのエンコードしかできない。このバージョンから、ロードバランスを容易に実現する、エンタープライズ向けエッジ、オリジンサーバーがサポートされた。2007年12月4日、バージョン3.0がリリースされた。 フラッシュプレイヤー Q アップデート3に対応し、H264 や AAC が使えるようになった。2009年1月13日、バージョン3.5がリリースされた。RTMP でのダイナミックストリーミングや、ライブストリーミングのポーズシーク対応など、2010年9月13日、バージョン4.0がリリースされた。このリリースでは、フル64ビットサポート、 さらにセキュアなマルチプロトコルストリーミング RTMFP 強化されたバッファ絶対的タイムコード RTMP QoS の改善容易なプレイヤー開発高速な RTMP ダイナミックストリーミングサーバーと HTTP サーバーとのスイッチング HTTP ダイナミックストリーミングがサポートされた2011年9月8日バージョン4.5を発表 iOS 向けの HTTP ライブストリーミング対応など2012年10月8日バージョン5.0を発表このバージョンにより Adobe Media Server に名称変更 Protected HTTP ライブストリーミング対応など Adobe Media Server はハブであるフラッシュベースのアプリケーションはリアルタイムメッセージングプロトコルやリアルタイムメディアフロープロトコルを使用して ハブに接続する。サーバは接続されたクライアントと LiveFLV を含むデータの送受信を行う。接続したクライアントはサーバに遠隔手続き呼び出しを呼び出すことができ、またサーバは特定のクライアントの機能を呼び出すこともできる。シェドオブジェクトは複雑なデータ構造の同期に使用でき、加入している複数のクライアントのリモートメソッドを呼び出すこともできる。 標準的なアクションスクリプトのオブジェクトはアクションメッセージフォーマットを使用したネットコネクションを通じて透過的にクライアントとサーバー間を転送できる。サーバはユーザーによるネットストリームの送受信を許可する。ネットストリームの閲覧時、ユーザーは自分自身の FLV をリモートに保存するかビデオを再生するかを選択できる。後者は参加しているすべてのユーザーが同時に 同じビデオストリームを閲覧できることを意味する。それぞれ、ライブとオンデマンドに対応している。HTTP ダイナミックストリーミングは単純な、HTTP プログレッシブダウンロードとは異なり、以下の機能に対応する。ありがとうございます。